健一です。動画のご視聴ありがとうございます。本日はですね、ドライブ動画という感じではないんですが、車のですね、名義変更に行ってみようという動画でございます。で、車をですね、家族間で自分が使っている車をですね、父親とかに譲るってなった時にですね、所有者と使用者変更をしないといけなくなります。ずっと一緒に住んでて2人で車を使うなら別なのかもしれないんですが、そうでなくなる場合はですね、名義変更が必要になってきますので、名義変更に行きます。で、今回名義変更する車はですね、このオデッセイではありません。友人の車の名義をですね、変更しに行くといった感じでございます。で、これまでですね、自分で名義変更っていうのはしたことがないので、初めてということにはなるんですが、で、自動車の名義変更に必要なものですね、移転登録っていうのかな、車の所有者が変わるっていう感じになりますので、移転登録をするのに必要な書類っていうのは事前にネットで調べまして、インターネットで調べた結果ですね、後でまた細かくは喋っておこうと思いますが、譲渡証明書で、本人が行けない場合ですね、使用者、新所有者と旧所有者と2人が揃ってたらいらないんですけど、そうじゃない場合は委任状が必要になるので、委任状と、そして印鑑ですね、実印が必要になってきますので、実印と印鑑証明ですね、それらを用意しておけば大丈夫かなと思います。あとはまあ車検証とかそういうものですね、車に積んである書類類は必要になりますので、持って行っておきます。で、今回の車はですね、管轄が神戸になりますので、神戸の陸運局まで行きます。神戸まではちょっと遠いですが、ぼちぼちと買っていきましょう。ちなみに神戸の陸運局はですね、魚崎まで行きます。車の名義変更するところはですね、普通車と軽乗車でまた違ってきますので、今回はですね、フィットの名義変更をするっていう感じになりますので、陸運局の方ですね、行くことになります。今回の手続きで必要になる譲渡証明書とか委任状とかですね、そういうものの書式はですね、国土交通省のホームページとかに用意されていますし、記載方法などもですね、例文が用意されていますので、そちらを参考に事前に用意しておくといいと思います。僕はそのようにしました。そして移転登録の手続きのために申し込み用紙を書くんですけども、それが OCR 第1号様式というやつになります。こちらの方もですね、事前にダウンロードしてプリントアウトすることができますので、プリントアウトをして記載することをお勧めしておきます。こちらの OCR 第1号様式の書き方もですね、国土交通省のホームページなどに細かく書いてありますので、そちらを参考にして書くと迷うことなくスムーズに書けると思います。今は西宮辺りを走っております。国道2号線です。ちょうどこの先に西宮恵比寿があるようなところなんですけど、まあ混雑しますね。神戸の陸運局はですね、窓口が開いているのが午前中が8時45分から11時45分、そして昼からがですね、13時から16時ということになっています。お昼間の1時間はですね、窓口が閉まってしまうので、その間に行くと時間待たないといけなくなってしまいます。まあでも時間早いし、サンシャインワーク寄りましょうか。
そうだね。次の信号で左方向。まっすぐやね。三三四ハーフで時間を潰し押して1時になってですね、神戸の陸軍局に到着です。めっちゃ近かったんでラッキーでした。良かったです。燃費のお知らせ。一緒駐車場8月4日の平均燃費は19.0km です。無事に所有者と使用者の名義変更ですね、手続きが終了しました。今回やったのはですね、親子間での名義変更ということになります。で、初めて陸運局に来てですね、その名義変更ですね、移転登録の手続きをやってみたんですけども、まあ全然わからなかったですね。そしてどこで何を聞けばいいのかもわからない状態で、入り口入ってですね、ずっと進んでいくと正面にですね、手続きに必要な書類をですね、ファイルの中にまとめて入れて、そして窓口の方に提出してくださいと、そのような感じで書いてあります。今回は同居している家族間での自動車の名義変更ということでですね、ファイルの中に車検証と譲渡証明書、委任状と、そしてですね、印鑑証明を親の分と子供の分と入れて、そして OCR シートの第1号様式ですね、こちらを事前に用意していたやつを入れまして、さらにですね、手数料納付書というやつがファイルの中に入っていましたので、こちらの方に必要事項を記載して提出しました。提出してすぐはですね、印紙を貼るのをうっかり忘れていたんですけども、家族間の移転登録がですね、500円の印紙が必要になりまして、この印紙はですね、窓口がある建物の隣の建物で売っていましたので、一応購入しておいて持っておいてですね、必要と言われれば渡せる状態にしておきました。まあ、実際に500円の印紙は必要ということになります。書類の不備があったらですね、一度呼び出されて不備のある部分をですね、指摘されて修正して再提出ということになるんですが、今回は印紙が貼られていなかったことと、車検証を挟み忘れていましたので、その点だけ注意をされまして、その時に車検証とですね、印紙500円分を渡して、そして手続きが完了という感じになりました。手続きを始めてからですね、手続きが終わるまでは約1時間といったところです。結構窓口も混んでいたんじゃないかなと思います。約1時間後にですね、新しい車検証をもらうことができまして、車検証をもらったらですね、今度は税金が発生する人の変更をしに行かないといけませんので、また隣の建物の方に行きまして、納税者の変更ですね、自動車の所有者が変わりますので、納税者の変更の手続きをして、全ての手続きが完了ということになります。今回はですね、同居している家族ということで、保険の方がですね、名義変更が車検の時でいいよとは言われたんですが、まあ、そうでなければですね、自賠責保険も名義変更が必要になります。そして忘れてはいけないのが任意保険の方ですね。任意保険の方もですね、主となる人が変わってくると思いますので、必要に応じて名義をですね、変更することになると思います。手続き自体はそれほどややこしいものではないんですけれども、どこの窓口に行ったらいいのかとかですね、どうやって提出したらいいのかというのが、あんまり親切には書かれていないのかなということで、初めて行くと戸惑うかなとは思いました。まあ実際に戸惑いましたしね、まあ、ただ必要な書類をですね、ファイルに入れて窓口に出すだけということにはなりますので、不備がなければ手続きが完了するのを待つだけということになります。
この手続きはですね、自分で陸運局にしなくてもディーラーとかにお願いするとできるみたいな感じになるんですが、その手数料がですね、場所によって違うらしいんですけど、ネット上で調べてみると1万円から3万円の手数料取られますよということでした。まあ、自分で来ると移転登録ですね、今回の場合は500円で済みますので、まあ、時間があってですね、この名義変更にかかる時間以上にお金を稼ぐことができないのであれば、自分で陸運局まで来て登録を変更する方がですね、金銭的な節約にはなるかなと思いました。必要な書類はですね、インターネットで調べれば分かりますし、その必要な書類の書式もですね、インターネットでダウンロードすることができますので、その書類をダウンロードして事前に用意しておけばですね、着いたら必要な書類をファイルに挟んで、必要な手数料となる印紙を用意してですね、そして窓口に提出するだけで、あとは待つだけということになりますので、それほど難しいことではありません。誰かに依頼するよりも手数料は安く済みますので、時間がある方はですね、自分で陸運局に行って名義変更の手続きですね、移転登録の手続きをすることはお勧めしておきます。もう分からなければですね、ディーラーに投げるのも一つだと思います。時間もですね、節約できますしね。ということで、今回はですね、自動車の名義変更移転登録に行ってきたというお話でした。このチャンネルではオデッセイハイブリッドに乗ってドライブに行ったり、オデッセイハイブリッドのことを話したり、たまに違う車に乗ってですね、違う車のことを話してみたりということをやっているチャンネルです。オデッセイハイブリッドに興味がある方ですね、またですね、旅動画が好きな方にチャンネル登録していただけると嬉しく思います。それでは今回の動画はここまでです。ここまで見ていただきましてありがとうございました。